んにちは。札幌グルメひんなひんなの群れです。本日ですね、ご紹介いたしますのは札幌駅の西側にございますサルバトーレクオモ&バーというですね、イタリアンのお店になります。こちらのお店ね、毎回お前食べ放題ばっかりかと言われるかもしれませんが、はい、食べ放題のイタリアンの食べ放題ランチのご紹介でございます。前もね行ったんですけど、また10月だったからな、ランチビュッフェの再開されて、どういうお店なのか YouTube で紹介したいとも言ってまいりました。ではご覧ください、どうぞ。こちらの、はい、お店はですね、大丸百貨店の西側を出てですね、札幌駅ブリッジっていう施設わかりますかね、ちょうどヨドバシカメラの横にあって、ほんと、高架下にお店があるので、すごくわかりやすいところにお店がございます。で、平日はですね、こちら食べ放題ランチが1380円で、週末は1580円とですね、ちょっと日によって200円ほど差がありますので、気をつけていってください。で、店内にね入るときにもちろん検温だとか、取るとき手袋だとかマスクだとかは、対策もされてますので、問題ございません。で、内容なんですけども、もうこちらのねビュッフェ、本当にやっぱりちょうどいいっていうような感じですかね。本当ね、ゆっくりできます。品数もね少ないわけでもなく、そんなめちゃくちゃ豊富でもないんですけども、イタリアンにちゃんと特化したねものがいろいろ並んでおりまして、カウンター席にねこうね、こう取り囲むような形でありまして、ドリンクもね、ケールみたいな、すごいはぁってなるようなケール健康なドリンクから、何種類もたくさんある紅茶類ですね、紅茶とかお茶、こう自分でお湯で注いで作るものだとか、オレンジジュースだとかもの、普通のドリンクもありますし、で、お惣菜ですね、イタリアンちょっとまあ何ていうんですかね、糖質が多いので、お惣菜系統とかサラダも揃っております。で、メインの 方はですね、だいたいピザが5種類でパスタが3種類ほどでございます。これね、もうなくなったらどん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 補充してくれますし、内容もね、パスタの方がクリーム系とトマト系とペペロンチーノだったかな。で、こうやってこの、まあ、味ちゃんとこう3種類分かれてますし、クリームは確か僕行った時はペンネのパスタでございました。なのでほんとね、好き嫌いがないようにうまいことね配分されております。で、ピザの方もキノコのやつだとか、モッツァレラのとトマトの何でしたっけ、王道のやつだとか、ごめんなさいね、名前ポン飛んじゃって、4種類チーズ使った蜂蜜かけてね食べるやつだと、これが一番僕好きなんですけども、そういうものだとか、キノコのやつだとか、あとクリームソースを使ったものだとか、本当にね、5種類ほどが常に焼きたてを出てくるような形になります。で、薪のねを、薪釜を使ってるので、ほんとね、しっかり焼き色もついて香ばしい感じね、薄めのやつで結構枚数食べれます。薄めなの で香ばしくたら本当にピッツァ本格的なやつが食べれるので、かなりね、それでランチ1380円はリーズナブルかなと思います。あと、デザートが、コーヒーゼリーとスポンジケーキと、あとアイスとかだったかな。これもね、そんな種類多くないんですけど、本当食べ終わった後にそれとコーヒーとかでねゆっくりするのもいいと思いますし、あとポテト系だとかね、お惣菜のもあるので、ちょっとやっぱりそのイタリアンなので、どうしても糖質、小麦を使うものだとかポテトとか糖質が多くなってしまうのは仕方ないのかなと思いました。それをね、サラダだとか、ちょっとこうナムルだとかね、そういうお惣菜系もあるので、ナムルとか、ハニーポテトのなんちゃらだったかな、マリネとか、ちょっと忘れました、なんか 5、6種類あるんですよ、お惣菜も。だからそういうもので、まあ、カバーしながら食べていただければ楽しいんじゃないかなと思います。で、店内もね、ハイチェアはこういう樽を使ったね、席だとかテーブル席もなってて、本当におしゃれなね店内になっております。釜も真っ赤でこう目立つような釜だったりとかしますので、札幌駅ね、直結で、しかもパセオウエスト西口の中を通って出ると、雨にも濡れないんですね。そのまま信号渡るとブリッジこう
本当に高架下なので本当に直結みたいな形で雨に濡れずに行けるので、ここからねまた冬のシーズンでね雪がどんどん降ってくる時期でもすごく使いやすいお店なんじゃないかなと思います。でかなりね、お値段もリーズナブルで、時間はね90分制にはなっているんですけども、そこまでねなんかこうせかせかして食べるっていう、ね、ってわけでもなくて大変女性のね方のお客様も多かったですし楽しめるお店だと思いますので、ぜひイタリアンとかねパスタのビュッフェをこの周辺ね、まあ大丸の上だとかホテルだとか多いんですけども、まあ、こうやってねライトに楽しめるというか1500円ぐらいでね前後でライトに楽しめるビュッフェっていうのはなかなか使い勝手がすごく良くていいんじゃないかと思いますので、ぜひお近くね札幌駅周辺でお買い物の時だとかはぜひ行ってみてください。メニューだとかね詳細はいつものように概要欄のブログに載せておきます。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではですね今日は札幌駅西側のサルバトーレクオモ&バーの札幌駅ブリッジ店のご紹介でございました。なんかちょっと言いづらくてごめんなさい、申し訳ございません。ではまた明日よろしくお願いいたします。バイバーイ。